タジオ出演者が食べたことのないご当地グルメをおいめんがガチンコで探します。今回は岡崎にやってきました。岡崎といえば八丁味噌が有名ですが、そんな岡崎でレッツ発掘。ちょっとお話聞かせていただいてもいいですか。岡崎ならではの美味しい食べ物を探してまして。岡崎なぜ麺ですか。八丁味噌が入ってるみたいで。八丁味噌は有名ですもんね。2012年に誕生し、今では岡崎市内のおよそ20店舗で食べられるという岡崎混ぜ麺。今回は地元で人気のラーメン屋バーバラさんへ。岡崎混ぜ麺の特徴っていうのはどういうものなんですか。八丁味噌と菜種油。菜種油。岡崎市の会社が作ってる工場を知って、コクも出るのでこちらの油を使って、あと岡崎の食品を買っております。それが岡崎混ぜ麺の定義。主な定義はそうですね、岡崎混ぜ麺ですね。すごい香り、これ魚粉の香りだな。これも食べ方としてはもう豪快にごちゃ混ぜまして、じゃあ豪快に混ぜていきます。これは個性が強い。このもうニンニクのこのガツンとこうパンチのある香りの隙間に八丁味噌の香りもふわっと広がりましたね。なるほど、香りの強いニラだったりニンニク、このシャキシャキした玉ねぎ、いろんなものをお味噌がまろやかにまとめ上げるというか包んでくれる。麺が負けてないですね。極太でしっかり噛み応えあって、これは癖になりますね。さすがの愛知県出身の大久保さんも食べたことないんじゃないですか。じゃあ、ゆうじさん、岡崎の混ぜ麺食べたことありますか。